株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。今日は1月5日、2024年最初の放送です。個人的には夢中なんですが、新年は新年です。ご挨拶申し上げたいと思います。明けましておめでとうございます。この動画は1月5日の朝収録しています。昨日の大発回1月4日の状況を見て、雑感、 というか、今年の展望的なことをですね、えー、述べたいと思います。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。えー、とにかくですね、全体に堅調。このように強く感じました。1月4日は日経平均175円マイナスでした。えー、率にして 0.53%のマイナスです。一時700円を超えるマイナスがあったんですが、トピックス、東証株価指数は12.4ポイントの値上がりです。上昇です。率にして0.52%上がっています。ちなみにですね、東証プライムの銘柄を個別に見るとですね、 値上がりが1216銘柄。値下がりが410銘柄。圧倒的に値上がりの方が多い状況です。ちなみに変わらずの銘柄が31。新高値が106銘柄。新安値が12銘柄。こんな状況でした。ほんと平均ってわからないんですね。平均っていうのは中間値です。えー 値上がりするものがあって、値下がりするものがあれば、当然、相殺されます。例えば、英語と数学で、えー、テスト。100点満点で50点と50点だった。まあ、良くない点数ですけれども、平均が50点ですね。次のテストで、英語が100点になった。しかし、数学が0点になった。100点になったのも、0点になったのも、大事件ですが、やはり、 平均は1回目と同じ50点です。平均ってのは単なる中間値。こういうことです。えー、平均株価で、えー、いろいろ語ろうとしてもわからない、えー。ちなみに私の講座、えー、4つありますが、えー、昨日1日でですね、4つとも値上がりしていました。えー、まあ持ち株が上がっている。えー、ほとんど買いですから、えー、うまいこと上がっているんですが、 日経平均がマイナス0.53%トピックスがプラス0.52%こういう状況で私の講座はプラス0.84%プラス1.47%プラス1.5%プラス2.85%それから持ち株のうち15名柄ぐらい持っていますが2名柄が昨日新高値を取りました こういうとこ切り取ってすごいでしょという話ではなくて、えー、昨年なんか日経平均がしっかり上昇する中で全然持ち株が上がらない。えー、日経平均が下がるときに一緒に下がっている。こんな時が、えー、多々ありました。去年の後半は、えー、もう空振りばっかり。なかなか思ったように利益が出ない状況でした。だからこう流れが変わってきている。新しい流れが出ている。 こんなふうに思います。とにかくですね、私が見ているような銘柄だけでなく全体に個別銘柄の動きが非常に良くなってきた。日経平均はまだ、えー、もたついている、もたついているったって、えー、そこそこの水準にあるわけですけれども、そんな中で個別銘柄の動きが昨年末からだいぶ良くなってきた。まあ、こういうところを捉えてとにかく全体に堅調、明るい兆しである。 こんな風に感じているんですが、えー、解説では、あ昨日、えーまあ、朝からこう日経平均が下げました。そんな中でアップルショックだ。こんな解説がありました。えー、雇用統計に注目。まあ、こんなですね、こう、無責任な観客目線の情報ばかり気にしていると、もうどうにもなりません。とにかく個別銘柄のトレンド、その変化、 こういうものを捉えて実践的な答えを自分なりに出していく。こういうことが求められると思います。市場の環境は良好です。いろいろな面で好転しています。詳しくはですね、今月発行する研究部解放こちらに書きます。会員の皆様楽しみにしてください。 まあ、とにかく結論としては私、えー、今年も強気です。まあ、特に、えー、私が売買している定位割安銘柄。こういったもののパフォーマンスは非常にいいのではないかと期待しています。まあ、その分ね、去年ちょっと期待外れだったんですけれども、えー、ただ、相場というのはとにかく見通しの通りに動いてくれません。 なかなかね、難しいわけです。当てるというのは。当たらないわけですね。当たったり当たらなかったりということですけれども。でも結果は自分がやった通りになります。じゃあ何をやるのかということなんですが、ポジション調整です。もう、寝動きは刻一刻と変わります。寝動きのトレンド。これはどん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 変わっていきます。 見通しを立ててポジションを取ります。でも、その通りになったり、ならなかったり。どれぐらいどうずれているのか。そういうものを見ながらポジション調整をしていく。ダメな銘柄は切っていくしかない。良、えー、さげな銘柄に乗っかっていく、えー。流れについていく。もうこれしかないんですね。ただ、まあ、乱暴はダメですね。どうもここに来そうだ。 とこですとにかく常にですね、どっちでも来いみたいな部分を残しておかなければいけません。だから、資金の余裕を残しておくというのが第一です。えー、その状況で、えー、では今、今、えー、この相場に対して、えー、ベストなあ体制、 これはですね、ポジションがちょっと足りないな。こんな風に感じるぐらいですね。もう少しポジションを作りたい。こんな感じがあいいわけですね。ちょっと置いていかれている。それぐらいの力加減。これがちょうどいいわけです。えー、そうしたらあ、資金に余裕がある。で、ポジションがちょっと足りないと感じている。もうちょっとやりたい。どれに行こうか。どういう風に行こうか。えー こういう状況が一番いいわけです。えー、でも今の相場と言いましたけれども、常にこういう状況が望ましいわけです。これの真逆がポジポジ病です。もうガツッと買っちゃって、えー、窮屈、身動きが取れない。今のポジションが全部うまくいかないと、えー、なんかね、えー、満足できない。こんな状況ですね。これはよろしくありません。えー 常に余裕がある。こういう状況で新しい流れ、どん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 ね、新しい流れが出てきます。これについていく。といって、キョロ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 するのではなくて、自分のやり方の範疇で変化させていくということです。 はい、えー、第8回の状況からですね、本年最初の放送を行いましたが、とにかく私、強気です。非常に明るい見通しがあると思います。株高の状況、この流れは変わらない。さらに、日本株に対してですね、強気の姿勢を持って臨みたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。 えー、本年もぜひよろしくお願いいたします。